皆さーん。こんにちは、マーティン。ダイナミクバク、プロ野球、キング中です。プロ野球、確かに、セリーグの時代、いろいろ違いますね。なぜ指名打者導入したいかもよくわからない。確かに、ピッチャーの打つ機会がなくなるからですよね。はい。まあ、黄金時代。プロ野球、今年、黄金時代どうなるか。はい。2020年代の予想をする前に、まずは、巨人ドベガス、知ってますかその順位ですね、昔の。はい。確かに、1900、 90年代、80年代、まずは V9 時代の巨人、そして広島が優勝した時代。そして1980年代は確かに阪神が優勝した年、バース掛布岡田がいた年ですね。何回も言いましたけど、はい。1990年代は実は横浜、ヤクルト、巨人。実はヤクルトの黄金時代だそうですね。巨人もだけど。はい。逆に暗黒は阪神ですね、はい。普通に。2000年代は確かに巨人、 中日、阪神。牛子時代と巨人時代ですね。はい。まあ、2001年はヤクルトが優勝しましたけど、確かに、暗黒時代は横浜、広島、ヤクルトとど,どっちか必ず。2009年までですけど、はい。A クラス、B クラス、C クラス、D クラスがあれです。カープとベイスターズですね。笑っちゃいますね。A、B、C、D だと。さ <laughs> らに、えー に考えられる2010年代は確かに巨人の時代だけなく広島の時代とも言っていいでしょう、はい。3連覇した広島の時代。あとはヤクルトその前は。そして2020年代、最初2020年代は巨人優勝したけど、現在はヤクルトが優勝し、今後を予想するとヤクルト、巨人,ヤクルト巨人の時代と言っていいでしょう。確かに黄金時代はヤクルトと巨人と予想します。 なぜヤクルトと巨人かというと、ヤクルトは確かに高津監督の ID 野球、ノブさんが生んだ野球の引き継ぎでしたね。引き継いでるからですね。はい。そして、あと、暗黒時代、逆に暗黒時代なのは、ベイスターズと実はドラゴンズなんです。現在ドラゴンズは最下位です。実は阪神4位まで上昇してるんです。はい。阪神も意外と暗黒時代なんではないかと思いますが、阪神も恩語時代入ろうとしておりますね。はい。なぜ、なのかわからないけど、えー。 おかしすぎます。はい。えー、なんて言ったらいいんだろう。中日が逆に B クラス落ちたの。確かに、黄金時代2011年まで中日 A クラス、12年も通って A クラスですけど、2013年から暗黒時代、2 0 1で年脱出しましたが、また暗黒合意。与田ツやはりミスタードラゴンズ。召喚が遅すぎましたね。はい。以上です。バイバイ。